少し肌寒い一日になりました。今日はみんなが大好きなどんぐりコロコロをルートオンコードで弾いてみます。コードネームの仕組み、ルートオンコードを活用して弾けると演奏の幅も広がります。平音記号が難しい、独譜が難しいとピアノは少し難しいと思ってしまいますが、ルートオンコードで弾けるととても便利です。どんぐりコロコロ、してコード奏で弾いてみたり、ルートオンコードで遊びながらいろんな伴奏系を工夫してみてください。イントロをつけたりエンディングも簡単な曲につけることはできます。バイバイ。バイバイ。